こんにちは。こんにちは。小原田水久です。小原田博美です。ゆるかの時間です。まあね、ほら、病気というものの原因としてさ、なよくストレスって言われるじゃん、な、で、まあ確かにね、その強いストレスっていうのはね、やっぱり体痛めつけるよ。その一晩で、ね、白髪になるとかさ、それこそ一晩で目が見えなくなるとかさ。そうだよな。どうとか知らんけど、そういうことはこの、今年やかにこう流れてきてるじゃん。そう、うん、だからストレスはもちろんすごい影響あるけれど、ただストレスもまあ、ないっていうのはまたな、問題なのかもしれないし、ストレスっていうかさ、まあ、プレッシャーというか、にも違うでしょ、だって例えばさ、私なんかはさ、絶対オリンピック選手みたいな、ああいうのって私絶対無理なわけよ。例えばさ、桐生さんでもそうだよ、いつ9秒台が出るかってこう常に常に、でも逆にそうやってその注目されることが心地いいっていうかさ、よしやったるぞっていう力に変えることができる人もいるわけじゃん。そういうことだよな。重圧を跳ねのけてとかよく言い方あるけど、そういう人たちもいるわけだよ。そうだから何かやるときにさ、俺なんでも例えばさ、締め切りがなかったらなかなか原稿書かないからかも、ね、だから締め切りがあるからできるってことはあるよね。それがあるときはその締め切りがすごいプレッシャーにもなるわけでしょ。そう、でもやらざるを得ないみたいなとこに追い込まれてさ、なんかこうそれこそふっとなんかこうひらめきが湧いたりとか、火事場のバカ力だよ。そう、そういうこともあるわけよな。だからよくね、オビス先生がおっしゃるんだけど、ある「がんと戯れて」って本かな、その著者っていうのはがん、まあ、で亡くなったんだけど、自分がもう末期がんって宣告された時に、まあ、それはこう分泌業の人だけどな、いや人生に締め切りが設けられたっつってさ、そこから人生こうなんて言うんだろう、締め切りを意識した人生を歩み始めるっていうね。素晴らしい言葉だね。すごいでしょ。だからさ、いや誰しもあるんだよ締め切りは、本当はね。な、でもその締め切りが具体化されてないから、そう、だから次こうダラダラ伸ばしてしまうけれど、だけどもやっぱりこうね、がんみたいな病気だってさ、まあそれが正しいかどうかともかくやっぱり一応目処を言われるわけだよね。死を意識させられるからね、このままだったらあと半年とかさ3ヶ月とかって言われるわけだから、だから一番のストレスです。すごいストレスだと思うよそれは、だからそのストレスをこうプラスに転化していくみたいなさ、そういう人もいるってことだよな、だからそれ何もかもできないけど、でも日頃からさ、やっぱりストレスって多かれ少なかれ感じてるわけだから、そのストレスをどういうふうにこう捉えていくかっていうのはトレーニングだよね。そういう、こう巨大なストレスがドカーンと来た時だとさ、いきなり無理じゃん、だから日々さ、まあ、小さなストレスを一つのトレーニングにしていくみたいなね、それは大事だと思うな、そうだね、そうだからまあね、あんまりストレスって怖がってもいけないしな。そうだね、だからやっぱりピンチはチャンスなんだよ。そうなんだよね、このピンチをどう、ね、だからゲームに、自分がゲームの主人公になってさ、これをどうやってクリアするかって、それみんな完全に喜ぶわけじゃん。そういうことだよな。 できたらやったと思うわけでしょ、それの、まあ、要は実物大版っていうかさ。そうだからさ、例えばまあ車運転したってさ、ね、まっすぐの道はずっとアクセル踏んでりゃいいけどさ、例えば右に曲がるとか左に曲がるとか方向転換するときでさ、ブレーキを踏んで、いわゆるストレスかけるわけじゃん、ね、ブレーキ踏んでこうハンドルを切るという一つのストレスがかかってくる、それで方向が変わっていくわけだからさ、だから我々も一緒でさ、やっぱり何か方向転換が起こるとき、そういうときっていうのはさ、やっぱり何かのストレスがかかってきて、ブレーキがかかってきて、まあなんかおかしいぞと、なんかこう進みが悪いぞとみたいなさ、なんかうまくいかないぞとかさ、そういったことが起こってきて、そこから方向転換がなされていくみたいなさ、とかあると思うんだよね、それをまっすぐのつもりでずっと言ってると、そうだね、カーブ曲がりきれないっていうのがあるよな。そうだね、でも本当もう強烈だったのが29でさ、新機構に出会った時に、なん病気を治すのは簡単だって、その時元の木に戻ればいいんだって、元の木って元気って書くって言ってさ、あ、そっか、元の木に戻ればいいだけなんだと思った時に、なんかねバーッと視界が広がったのよ。はいはい、あ、そっか、私は本当の木じゃないから今こういうわけで、元の木に戻ればあれなんだと思った時に、なんかすごい悟りを開いた、あの当時の私にしたらさ、なんかすごい悟りを開いたようなさ、そんな感覚だったわけよ。なるほどな。
これでもうこれから先ずっと人生全部当たっていけると思ったわけ、うん、でも元の木は何なのかってことを考えればいいわけ、うん、だから、まあ、私はまあ今ねあのヒーリングというかさ、うん、カウンセリングとかそういうことやってるけども、うん、この人の本来はどうなのかってことさえ見れれば、うん、そうだよね、いいわけでしょ、そうそうそう、本来のあなたはこうなんですよって、今こうだからこのズレが今そこに現れてるんです、それが分かればさ解決するんだと思ったんだよね。そうそうだと思うよ、やっぱり周りにさ、うん、振り回されてるところあるからね、いい子でいなくちゃいけないとかさ、うんうん、なんかこうじゃなきゃいけないっていうものはさ、うん、これはもうねなしにはできないけれど、うん、やっぱり強烈に持ちすぎてる人もいるわけだからさ、そうだね、そういう時に何かガーンと来たりするよね、うんうん、でも逆にさ、そういうふうに強烈に縛られる環境に来て自分をチャレンジャーとして頑張るって決めて生まれてる人もいるわけよ、うん、そうそう、例えば歌舞伎役者さんなんか最たるもんだと思うわけよ、うんうん、もうもう何歳かでも初舞台踏んでさ、うん、ずっと道は決まってるわけだから、ね、そうして何度も何度も襲名、うん、何代目何とかを継いで継いでってやっていくわけでしょ、うん、それってさ、それをやりたいから生まれてきてるんだよね、いやもしかしたら、うん、いや僕はやりたくないっていう人いるかもしれないけども、うん、でも魂はそれをやるって決めてきて、うん、生まれてる、まあ、特にそういうところに生まれてくるっていうことはな、うん、よほどだよな、うんうん、その中のいろんな葛藤とかっていうものあると思うんだけどさ、うんうん、なんかすごいチャレンジャーとして生まれてきてるんだから、うん、その通りチャレンジをすれば本当はいいんだよね、きっとね。そうだよね。だけどまあその中でこうね、逃げたりとか、うん、してしまうわけだから。やっぱ人と比較して、いや、あいつ自由だね、なんで僕だけとかさ。そうそうそう。そうなんだよね。うん。うん、だからそういうふうにまあ、その自分のプログラムでこう決め、うん、自分で決めてきてるっていうふうにさ、うん、考える。まあこれね、本当事実かどうかこれはもう証明できないけどさ、うん、考え方としてね。うん、死後の世界ってそうよ、あるかないかというのを追求するよりもどう考えるかっていう問題だしさ、ね、死んだら全て分かるわけだから、そうそうそう、うん、それと同じようにさ、うん、プログラムが自分が決めてきたのか、あるいはたまたま生まれてできた、だからよく言うじゃん、うん、頼んだわけじゃねえのに、そうそうそう、俺を見やがってとかさ、そういうことを言うんだけど、そうなのか、それとも自分が本当に頼んで、池川先生が言うようにさ、うん、自分で親を選んで、人生決めて生まれてきたのか、どう、これも考え方なんだよね。そう、出発点がどう捉えるかによって、やらされた感ってあるじゃん。うん。なんか嫌なのにやらされたとか、そう、そう、うん、仕組まれたとかって、そうだよね、そういうふうに捉えながらずっと一生生きていくのか、うん、私はこの人生をやろうって決めたんだって。うん、そう。そう生きるのかで、まずそこでまずエネルギー違うよね。違うよ。うん、だからこれも考え方でいいね、その、うん、いわゆる哲学みたいなもんだね、人生哲学っていうかさ、うん、自分はこういうふうに考えて生きてますっていうふうなことで俺いいと思うのね。うん、うん、それはあるかどうか証拠し見せろって言ったってさ、うん、そんなのわからないしさ。でもさ、見えないものがさ、うん、やっぱりすごい、なんだろう、見えないものの力っていうのはすごいと思うのよ。そうだよ。でも、うん、この世界をさ、しても何十年にもなるけども、うん、やっぱ今でもふっとやっぱりこれってすごいなと思うことが起こるわけ、うん、そうそう、だからそのね、うん、あなたの交通事故だってそういう事故で死んじゃう人いくらでもいるし、うん、ね、うん、そういうこうピンチっていうのはさ、うん、なんかなんとなくこう乗り越えてるからピンチだと捉えなかったかもしれないけど、うん、山ほど誰もあるはずなのピンチは、うん、ああもう潰れそうになるようなことはあったろうけどさ、うん、やっぱりそれ乗り越えてきてるわけだからさ、うん、これはね大変な、あれ自信の元になることなんだよね、うん、生きてること自体がね、うんうん、だからやっぱそれぞれの人がやっぱり自分の生き様っていうかさ、うん、やっぱりそれにもっと自信を持った方がいいと思うんだよね、うん、そうだよね、うんうん、だって救われてきてるわけだからさ、自信っていうのはさ、自分で何かやり遂げるっていう自信もあるけれど、うん、何かに助けられたとかさ、うん、ね、こう何かのタイミングでさ、うん、ね、うん、ピンチを脱するとかさ、うん、こういったことも含めてね、うんうん、自分の力じゃないから自信にならないんじゃなくってさ、うん、だって俺なんか高校時代に頭打って成績一気に上がったんだそうだね、伝説の、うん、でもあの時はね、自信にならなかったよね、伝説の脳震盪、うん、でもさ、そういうふうなね、うん、こう何か自分を導くものがあるっていうことを知ったらさ、うん、それはそれで自信になってくるよね、うん、でさ、脳ってさ、使ってないものがほとんどなわけでしょ、うん、わずか僕、うん、何パーセントしか使ってないわけだからさ、うん、そうそう、それをさフルに使ったらどんなこと、うん、もうなんか人工知能どころじゃないんでね、きっとね、そうだよね、だからまあ、うん、フルに使わないようにしてるんかもしれない、その使っちゃうとね、オーバーヒートするじゃないけど、ああどうなんだろうね、だからでももうちょっと使ってもいいかもしれないと思う、自分ではだけどさ、遺伝子だってさ、うん、あれほとんどはいわゆるジャンク遺伝子っていうの、いわゆる、うんうんうん、何やってるか分かんないなものばっかりなんだから、うん、でもそれはだからさ、日和見菌と同じじゃん、うん、そう、どっちになるか分かんない菌がいっぱいあって、うん、そうだよね、だからそういうものは、うん、細胞にもあるかもしれないさ、うん、うん、
だからなんとあるものは全部使えっていうんじゃなくてさ、うん、使わないことも大事、うん、ね、働かないことも大事、うん、遊んでることも大事、そうだ、ね、というふうなことだと思うんだよね。そうだね。うん、うん、ね、そういう余裕があるように作られてんだからありがたいじゃん。そうだね。な、うん、うん、そういうふうに思います。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。